はい、皆さんこんにちは、たまらです。昨日、イベントの参加した方、ライブ見た方、どうもありがとうございました。もう本当にこのイベントまでちょっといろいろ皆さんに協力願いをしたり、皆さんと一緒に楽しもうでずっとライブの方で行ってました。まあライブの方はそんな同時視聴者数はそんな多くはやっぱなかったんですけど、僕の中では。ただやっぱりそれを見て、ああ頑張ってるな、楽しそうだなって言って、ありがとう頑張ってねとか、もういろいろいろんな DM とか来てくれた人にも言われました。まあ、本当にもう今世の中がもうどん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 頑張っていこうってやってる中で、こんなしてやっぱ応援されるっていうね、たまらはんも本当にありがたく感じました。本当に朝もこんな感じで波が穏やかだったんですよ。で本当にこのイベントではこの畑野さんが絶対海で子供たちさせるんだっていう思いがもう本当に強くて、僕もその気持ちで今日この朝を迎えたんですけど、もう本当にこんなして朝はヨガをしてみんなで楽しく過ごしました。本当に清めて心を鍛えるみたいな、もう本当にみんなで一緒みたいな感じで、そんなしてみんなで取り組むことができました。では本当に一人一人がもう本当に集中してやってると思うから、やってる畑野由美さんも本当にやりやすかったというふうに思いました。であとはもう僕ビーチクリーンでゴミ拾いをしましたね。でも本当に海もきれいにするという、もう本当にこの南城市をみんなでなんか一緒に頑張りますみたいな感じで、もう今回はやらせてもらいました。まあもう海見た感じも本当にいい感じの波が来てて、まあこれぐらいだったら、朝ぐらいの波だったらまあまあいけそうだなっていう雰囲気は出てました。もう本当に綺麗で最高でしたね。はい。でまあ本当に昨日のお客さんたちはもう本当にノリがいいと言いますか、もう本当にやってて僕も楽しかった。まあやっぱさすがホームって感じですよね。本当になんか、まあ以前愛知の方でやった時はやっぱちょっと僕はやっぱアウェイというか、まあ本当に自分のなんか持ってるもの全部出せた感じはそんなしなかったし、なんかやっててこの難しいなって思うことがたくさんありました。でも自分の中ではもうまだまだこの回す技術、まあどうしよう、一番は体調管理だと思うんですけど、昨日そんな寝てなくて10分間ぐらいしか寝てないんですよね。まあいろいろ20分ぐらいしか寝てなくて、自分の中ではそんなうまく体調管理ができてる感じじゃなかったんですけど、まあまあそれでもやっぱりうまく周りの方々と一緒に、うまく周りの方に支えられながら司会を MC をすることができたと思っています。はい。でも本当に一人一人の動き行動も本当にいろんな助けられました。はい。であとはもう本当に見に来てくれたフォロワーの方もいたし、あとはもう本当に一緒になってイベントのスラックラインを体験する、ヨガを体験する、憩い整骨院さんのストレッチを体験する、もう本当にいい経験になったと思います。なのでもっともっとこれからこのようにして体験を通して学んで、体験を通していろんな人たちと関わり、まああとはもうライブとかできる時にはライブをして皆さんと一緒になんかこのイベントを盛り上げていければなと思います。本当にやっぱ一人ではできないし、みんなで一緒に頑張ってやったっていう感じでしたね。もう本当に今自分ができることをみんな精一杯やってたんで、僕はもう本当に一人一人にもう感謝しかありません。でも自分のやってることがまあ正しいか正しくないかちょっとごめんなさい分かりませんが、ただ本当に人と人が関わってここまで本当に成功するイベントってやっぱりやってて楽しかったし、またやりたいなっていう気持ちにはなりましたね。はい。で、まあ、自分がもうまだまだ力不足なのも分かりますし、まだまだいろんな人と関わりができてないのも分かります。なのでそこはもう徐々に成長していければなと思います。まあ、みんなでこんなして一緒に頑張ってやったイベントですから、もう畑野さんもこんなして海の方で一人でスラックラインのやつを設置しようとして頑張ってたんですよ。まあ
正直言うと、まあ、結果から言うともう本当にできない状態までなってしまいました。波が強く、あともう水位も上がってまして、子供たちじゃこれは厳しいんじゃないかなというふうに、まあ、僕ら運営で話して、で僕が急遽波多野さんにスラックラインをパフォーマンスをしてほしいと言って5分で、はい、こんな感じで5分でもすぐみんなの前でやってくれました。本当に波多野さんありがとうございました。もう本当に、まあ本当に MC しながらぶっこんでぶっこんでやりまくりだったんですけど、まあ途中頭が回らなくて大変な時もありましたけども、皆さんと一緒に楽しくイベントができたこと本当にありがたく思います。まあ本当にまた11月イベントやると思いますので、ぜひぜひ参加よろしくお願いしますということで、まあ玉の葉の一言にしたいと思います。ありがとうございました。